温度は星名君か。え、僕ですか。大ちゃんおめでとう。ありがとう。本命だね。イエーイ。あれ、EOS2 でまあそのプロジェクトの存在を知ったっていうか、まあ、V16 のプロジェクトがあるって、まあ、それがどんなものなのか最初はすごい興味だったんだけど、まあ、初めてここに来てそれ見た時に、まあまりにも長いっていうのと、まあ、あまりにも長いんだよね。でそれで、まあ、こんな登れるわけないなと思ってたんだけど、まあ、パートをこう練習してっていうか、まあ、パートの課題を登っていくうちに、まあ、だんだんこれいけるんじゃないかなと思って。まあ、スリーピーホールとケーブルエーブをつなげたあたりから、まあ、これ登れるかもしれないと思って、まあ、トライ始めたんだけど、まあ、いろんな意味でこうモチベーションをかきたてられる課題だったっていうのは、まあ、あるかな。まあ、いろんな意味でっていうのは、まあ、例えば、もう課題が全部なくなっちゃってやる課題がないっていうのはまあ一つと、もう一つは、まあ、この一番スッキリした形なんだよね。だから本当にこうでかいトンネルの入り口から出口までつなげるって結構こうスッキリしてるっていうか、ビューってこう一本しかないわけだから、そんなに、こう見た目にやっぱりこうシンプルな課題っていうか、まあその岩場がまとまる課題っていうのはすごくモチベーションをかき立てられるっていうのがあるんだよね。なんかすごく、でまあこれ登れたらいいなと思ってやってたんだけど、まあ結局まあ登れたわけだけど、まあグレードに関してはまあ、V16 っていうグレードは、まあ、とりあえず、ついてるわけだけど、ついたわけだけど、まあ、ルートグレードで、そうだね、9A プラスとか、まあ、9B はわかんないけど、それぐらい、あるよね、きっとね。
嬉しい。もういいや。ダメだと思った。あの隠しに入れてまじすげえパンプしてた。どうやってもパンプするわ。気合だ気合。ああ必死だった。かなり。もうさ血が至るとこが出てさ。いや。めげたよ俺レース途中。これ触っていい触って。パンパン。珍しいよこんなんて。結構来てんね。ああよかった。やばかった。すげえやばかった。もうこんな感じ。ギリギリだった。うん。すげえギリギリ。ああよかった。調整したかいがあった。帰ってもいいや。